皇族としての初めての単独公務も無事に終えられ、社会人としてもその存在感をますます発揮されている愛子様。これからのご活動では公務の数がさらに増えると見込まれています。特に注目すべきは愛子様がお選びになるアクセサリーの数々です。公務の際には御木本の真珠のブローチやネックレスなどをお召しになることが多く、御木本は三重県との関わりが深いため、3月の伊勢神宮へのご訪問の際にもそのアクセサリーをご着用されていました。一方でご静養寺や私的なお出かけの際にはティアスのようなデザインのイヤリングを好んでお使いになるようです。最近の御料牧場でのご様子では縦長で揺れ動く愛らしいイヤリングをお召しになっていました。そのデザインは横から見ないとイヤリングであることがわからないほど独特です。公務と私生活の両方でアクセサリーを巧みに使い分け、さまざまな表情を見せてくださる愛子様。その印象的な小物使いについて今一度振り返ってみましょう。2022年12月、御学友からの贈り物をお召しに、21歳のお誕生日に公開された写真には、A のイニシャルが入ったハートのネックレスが輝いています。このネックレスは、学習院女子中、高等科時代の御学友から以前贈られたものだということです。2023年4月、星形で遊び心を付け加えられて、約4年ぶりのご静養の際、星形のイヤリングとネックレスを着用していました。きっちりとしたジャケットコーデに遊び心を取り入れられたようです。2023年10月、パールでフォーマルに統一されて、お誕生日をお祝いするため仙洞御所を訪問された愛子様。ローブモンタントにパールのネックレス、イヤリング、ブローチを合わせられ、エレガントな印象を醸し出していました。2024年4月、ティアス風イヤーカフでエレガントに、私的なオール学習院の集いに参加された際の一枚。まるでピアスのように見えるイヤーカフでエレガントな印象を与えていました。お写真は質素ながらもエレガントで美しさが際立っています。マスクをされていないお姿の方がより魅力的に感じます。愛子様のお姿を記事で拝見するたびに、日本の明るい未来への希望が膨らみます。愛子様の周りには常に友人たちがいらっしゃいます。プレゼントの交換、共に過ごす時間、母校でのイベント参加など、友人との温かいエピソードがあふれています。それらから愛子様が充実した学生生活を送られたことがうかがえ、心温まります。厳しい環境の中でも愛子様は素晴らしいレディーへと成長されました。どんな状況でも品格を保ち、しっかりと成長される方は本当に立派です。内面からにじみ出る品の良さは皇后様にも共通しているように思います。また愛子様には強い守護霊がついているようで、そのオーラが感じられます。愛子様のように内面も外見も美しい方装飾品を身につけられると、その輝きが一層増します。愛子様の写真からは品のある佇まいと可憐で美しいお姿が伝わってきます。ネックレスが友人からの贈り物であることは、愛子様が大切にされている交友関係の証です。これからも友人との関係を大切にしながら、愛子様らしい魅力を発揮していただきたいと願っています。
学校生活で多くの友人に囲まれているエピソードは、愛子さまの人柄の良さを物語っています。愛子さまと仲良くなりたいと願う人が多く、自然と人が集まるのでしょう。陛下が留学されていた時の映像で、多くの友人に囲まれて楽しそうにされている様子が印象的でした。雅子さまも友人とのエピソードが豊富で、素晴らしいご家族だと思います。イヤリングなどの装飾品は、愛子さまのような方にはあまり重要ではないかもしれませんが、先入観を持たずに見ても、愛子さまは優しそうな方です。大学でお会いできたら友人になりたいと思う方です。ニュースで愛子さまを見かけると、なぜか心が和みます。愛子さまの人柄や立ち振る舞いには真珠がよく似合います。雅子皇后さまは華やかな一面もお持ちですが、愛子さまは和風で古風な落ち着いたお顔立ちをされています。愛子さまは品がありながらも若々しいファッションセンスをお持ちで、とても魅力的です。公務やお仕事、プライベートも充実されており、輝いていらっしゃいます。本当に素敵ですね。愛子さまはお友達との温かい交流が多く語られており、その様子を伺うだけで心が和みます。愛子さまが素晴らしいお友達に恵まれていること、そしてそのお友達を心から大切にされていることに、私たちも心からの喜びを感じます。天皇陛下もまた御学友との貴重な関係を大事にされており、そのお話を伺うたびに、素晴らしいご一家の絆を感じずにはいられません。また愛子さまは高貴で洗練されたパールの装飾品からカジュアルなアクセサリーまで、どんなものもお似合いです。その品格と美しさにはいつも目を奪われます。最近の愛子さまは一段と美しさを増され、その気品はお姿から自然とあふれ出ているように見受けられます。皇室という重責を担いながらも、その笑顔にはいつも癒され励まされています。どうかこれからもその輝きを失わずにいてください。愛子さまのご活躍を心より応援しております。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。